はい、じゃあ中井君からちょっとお話しさせていただきます。まずは皆さん本当に当選おめでとうございました。本当に皆さんの顔色も少し疲れが取れてきているのかなというふうに思っています。ただまあこれから当選してからが大切なので、今日はまず私の方から全般的な政治家としての心構え、それでこういう研修はこれからも定期的に続けていこうと思っていますが、今日はその1回目だと思っていただければと思います。じゃあ今日この4つをね、皆さんにぜひ考えてもらいたいと思って作ってきました。でまずはね、なぜ当選できたのかを考えてほしいってあるんですけど、なぜ当選できたかちょっと考えた方っていらっしゃいます？手を挙げていただいて、それ誰に最初に手を挙げたのは誰かな、なんで当選したのかちょっと教えてもらえますか？なぜ当選できたのか簡単に。はい、あちらの青山です。こんにちは。自分は市議で2期8年やらせていただいたし、今回初めて計画を挑戦させていただきました。その自分の市議でやってきた分の強みと相手の対策をしっかり分析しながら選挙戦をどうか行かれましたと考えています。了解。ちょっと正しいですね。というか、まずね、選挙で終わって皆さんよかったよかった当選したっていうだけではなくて、選挙戦をまず振り返ってほしいんですよね。選挙期間が1週間、短い人は5日間だったかな、10日間の人いたか。で、この選挙期間中に準備として何ができたのか、そしてできなかったことは何か、で選挙期間中にこういう、一日こういう使い方をしたけど、良かった点、悪かった点、全部ね、もう一回みんなで、それぞれの個人個人が復習をしていただきたいんですよね。で、足りなかったところは何なのか。それを今度の4年後にある選挙ではそれを改善して選挙に臨むって感じですから、ですから結果往来じゃなくてその結果の過程を大切に振り返っていただきたいと思ってます。でその結果の過程を振り返るので大切なのが、これ2つ目の丸ボツになっている選挙結果を分析することなんですね。投票結果というんでしょうか。これ選管に行けば確かそれぞれの選挙区の票の出具合の票一覧、広区ごとに、地域ごとかな、出てるもらえるはずですから、ぜひね、そういう皆さん入手してほしいんです。入手した人いますか？まだいないかな。やっぱりこれ出るはずなのでもう出てるんじゃないのかな。それをみんなもら入手して、どの地域で強かったのか、どの地域で票が出なかったのか、そうすると出なかったところで、今後その重点的に対策を講じていかなきゃいけないわけですし、でなんでそこが出なかったのか、自分の活動が足りなかったのか、他の候補の地盤なのか、そこに何があるのか、それが大きな解決になっていくんですよね、皆さんはね。で選挙っていうのはやっぱり、ね、考えるところから始まるので、これをぜひ皆さんやっていただきたいと思います。それから2つ目、もうこれ2つ目はなぜ政治家を志したのかを考える。当選してね、まあ1週間後半戦の市議の方は、当選して1週間経ちましたけれども、やはりそもそもその政治家に当選したというのはそこからがスタートラインなんですよね。で皆さんが政治家になりたい、なりたいと思ったのはやっぱそれなりに社会をこうしたいだとかって目的意識があったと思います。その目的意識をこれの実現に向けて仕事をし始めるのはこれからなんですよね。で選挙ってのはあくまでもそのスタートラインに立つ資格を得られるかどうかっていうだけの話なんで、選挙が目的になっちゃいけなくて、ここからがスタートラインだというふうに思っていただければと思います。で基本的に政治家の役割っていうのは社会を良くしていくこと、もう基本的にはこれに尽きるんですけど、その社会を良くしていくことっていうので、それぞれの方がそれぞれ自分の得意分野、自分が特に問題だと思っている分野あると思うんですけど、それをぜひ、ね、実現する努力をしていっていただきたいんですよね。だからそう考えるとこれからが本番ですから、この4年間選挙の時よりもみんな忙しくなくちゃいけないんですよね、きっとね。なんかこう選挙終わったからちょっと手を休めようとかなんとかっていうんではなくて、体を休めるのは大切ですけれども、基本的には選挙の時よりも忙しいこれから毎日が過ぎていかなければいけない。ここはちょっと勘違いを絶対しないでいただきたいなというふうに思います。それから3つ目、公人と私人の違いを考える。これもねすごく大切なことでして、でまずね、公人であることってこれはすごく重いことなんですよね。というのはやはりその皆さんはやっぱりそこに住んでいる住民有権者の方から一票を託して渡された方なんですよね。この人だったら社会を良くしてくれるかもしれないと思って一票入れてくださったんですよね。
だからその思いをね、絶対に忘れないでいただきたい。これ私人であれば好き勝手な行動ができるかもしれませんけど、公人というのはその地域を代表しているという認識を絶えず持っていただきたい。そしてその人たちが例えば老若男女、男性の方も女性の方も、あとお年寄りの方も若い方も、そういう方たちがやっぱりこの人がいいと思って入れてくださってるんですよね。でそういう人たちの思いをね、絶対にこれ裏切っちゃいけない。そこだけは皆さん絶えず思っていただきたいんですよね。それからあと一人一人が党を背負っています。ですからまあ、よく維新の議員は当選した後に不祥事が多いってよく言われる、皆さんご存知と思いますけども、その不祥事がすごく大きく扱われて、それがともすれば政党の看板を築けることってすごくあるんですよね。それで今維新がこれだけその人気があって、今回も躍進をしたから、おそらく全てのマスコミがターゲットにしたいのは維新の議員なんですよね。特に維新の議員はこういう教育する場もあんま少ないから、みんなが好き勝手やって、結局それが大きなトラブルになっているケースとかも多いんですよね。ですから絶えずその見られている、そして何かあったらそれがスキャンダラスに取り上げられて、それが自分の政治生命だけじゃなくて、ね、党の看板を築けることになる。ここも公人としての大きな認識で持っていただけなきゃいけないところなので、ぜひそれも考えていただきたいなというふうに思います。さあ、あと最後になるんですけど、政策は独学で考える。これもね、ぜひ皆さんやっていただきたいんです。で、よくね、維新塾とかって、また今度大阪でもやるし、まあ、兵庫でもやらなきゃなと思っていますけど、政治塾、ここで通った方が、まあ、ほとんどなのかもしれないんですけど、政治塾で、なんかこう、一般の講師、有名な著名な講師から話を聞いて、政治が分かるほど政治の世界って甘くないんですよね。だからそれよりはやってほしいのは、まずね、自分で考える癖をつけていただきたい。で、それは本を読む。それから僕なんかだったら新聞を必ず毎日読む。それで、その読んで、それで自分なりの考えを持つ。これをね、絶対やっていただきたいんですね。本も、こんな分厚い辞書みたいなものを全然読む人がなくて、それこそ100ページか200ページぐらいの新書ぐらいでいいと思うんですよね。経済の分野、環境の分野、行財政改革、議会改革、まあいろんな人がいろんな本を書いてると思います。これくらいの新書のもう薄い100ページ、200ページでもいいので、そういう本を読みながら、自分の頭の中で理解ができるようにする。そして自分なりにそうしたことに対する問題意識をつけるようにする。これをね、ぜひやっていただきたいんです。そして、そこで疑問が出てきたら、そこで初めて、じゃあその分野の人にちょっと話を聞こうって言って、自分の疑問をぶつけて、それの回答をいただいたら、初めてそれが自分の血となり肉となってくるんですよね。絶えず自分で考える癖つけていただきたいと思います。で、今この中で新聞をどれくらい読んでる方いらっしゃるのかなというふうには思うんですけれども、私は実はね、朝日毎日、読売産経、東京日経、神戸新聞、この7社をね、毎日スクラップやってるんですよ。一人やってる。だからそうするとね、スクラップで大体読んでスクラップを終えるのに最低2時間はかかるんです。だからね、2時間かかるけど、これをやって例えばいい文章、社説とかもスクラップするんですけど、こう自分でアンダーラインとか引いて、それでやっぱそのことは覚えるんですよね。で、そうするとそれから演説で使えるんですよ。演説で自分の言葉にしちゃったら自分でもっともらしく喋れちゃうんですよね。で、そうするとどん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 ボキャブラリーの表現力が増えてくるし。